そのように前、そして8のように刺す岸本龍一、日本代表に駆け上がりましたルーキーの脇正浩、満を持しての登場、そしてひときわ大きなこの大歓声、渡辺雄太復帰即スターターです。日本代表でもタフな戦いをしてきました富樫勇樹。お互いのオフェンス、まだ得点はありませんが、脇のドライブ、ターンオーバー。さあ渡辺が行く、渡辺持って行って自らのスパン、セカンドチャンスポイント。そうでしたね、ここゲーム立ち上がりから復帰戦の渡辺雄太、ファーストバスケット、オフェンスにジャック・クーリー、ハイローを伺わせながらクーリー、小野寺入っていってショートコーナー、バンクショット、琉球最初の得点は小野寺翔太です。富樫に預けて、ここはミスマッチ、富樫ムーニーに合わせに来ましたが、これがターンオーバー。ケベアルマからアキナもティックブラック、もうフィニッシュ、狙っていくケベアルマ。さあ今度は千葉のポジション、ここがおースティー ル、脇のスティール、ケベアルマ残っているが、脇アルマ、これはイージーバスケット。12番アルマ預けて、ケベアルマ外があります、脇コーナースリー、ポップインから入っていって、ブロック、ムーニーのブロック、トカシのプッシュ、小野寺送らせる、トカシユーロステップからフローター。さあ渡辺、原も走っているがホグに預けます。ホグペイントアタックから PJ ホグ、小野寺と富樫、アンダーで対応の富樫、小野寺すり抜けてペルメーター、自らショット持っていく、リバウンドクーリー、これがジャック・クーリーのポイント。富樫のスリー、うーん、来ました、今日最初のスリーポイントヒットが来ました。岸本には金しか、さあ岸本足が止まって、ターンオーバー、ここからスミス、クリストファー・スミスのペインターダック、ブラック、ケベアルマのブラックショット、今シーズンはこのケベアルマ琉球を引っ張ります。ドンチャのブロックショットでした。スミスからスローイン、ホグのコーナースリー、うーん、来ました、その辺りを見極めたいと両ヘッドコーチが話をした、この東西の両雄の激突、原修太のスリー、琉球が最初のタイムアウト前半取りました。クーリーをおびき出してからの外からのドリブルプルアップです。ここは払っていった千葉、そしてゾーンディフェンス、荒川からクーリー、クーリーダブルチーム、ダブルチーム、そしてタク、いわゆるボーナスの状態、次のディフェンスファールからは相手フリースロー献上、残り24秒、クリストファー・スミス、スローインからのちょっと得点が伸びていないということを気にしていた桶谷ヘッドコーチですが、クーリーのフローター、ハイロー、そしてハイローからクリー、渡辺雄太狙いしました、ブロック、平のスリー、リバウンドケベアルマ、オフェンスもつかむ、そしてアルマセカンドチャンスポイント、大きく上回っています。ここまでです、アルマと渡辺、アルマリバウンドはマイケル・オーデス、譲りません。ここはケベ・アルマと見応えのあるマッチアップを見せました渡辺雄太、渡辺雄太のリングアタック、ボースアンドだ、首捻挫、かなりグレードの重いものでした。結局はバイウィーク明けまで復帰はかかりました。岸本と松脇、両エースポイントガードが戻りました。岸本フローター、うん、さあこれで1本シュートダッチ整ってくるか、岸本龍一、そして岸本からインサイド、脇田飛ばせて、おー、ムーリー戻った、ムーリー2つ、そんなことを両ヘッドコーチ、それから両チームの選手も口々に言っていました。原のスリー、うん、さあ2本目、原修太2本目ヒット。原は今シーズン、今日の一戦迎えるまでは3は 36.7%、 その原が岸本につきます。ケベアルマ、ケベアルマの3、渡辺とケベアルマ、ターンオーバーになりました、アウトナンバーができます。さあそして持っていく脇、フィニッシュまでいった、入れ替わって小野寺、ケベアルマが行くカークへ、あーボールがこぼれる、走っている渡辺雄太、お口のようにゴージャスポーズでアピールしてください。それでは先ほど脇正浩の
レイアップを放出、今度やり返したのは、さあタイムアウト明け、ここは入れ替わって岸本、ケベアルマ、アルマのフローター、あーしっかり作ってきたキングス。さあ改めて仕切り直し、ショットクロック残り10秒、富樫のスリー、来ました、ブーニー富樫の、ケベアルマオープンのスリー、リバウンドクーリー譲らない、そしてカーク譲らない、そしてカークのセカンドチャンスポイント、まだ今日はスリーがありません。岸本龍一、岸本、小野寺へ、小野寺ノールック、脇、いい合わせでした、ワンポジションまで来ています、ホグ、今度はムーニー、お返しとばかりにホグの西パス、ムーニー、さあ渡辺雄太ディフェンスリバウンド掴んでホグへ、ホグスリー、さあどうだ、さあカーク、脇です、脇と渡辺、カーク、ショートコーナーから DJ ホグ、富樫、ホグ、ホグのペイントアタック、フローター、プットバック、強烈、ジョン・ムーニーのプットバック、ムーンダンク2つ目、あーこれ先ほどのプットバックですね、後半最初の得点、ジョン・ムーニープットバック、岸本から小野寺、小野寺と富樫、小野寺のバックダウン、フェードウェイ、第1クォーター同様、さあ千葉のポゼッション継続、花から DJ ホグ、ホグとケベアル、ホグ入れ替わって、華麗なスピンムーブ、富樫からもう一度渡辺雄太、渡辺雄太ペイントタッチから弾き飛ばしてジャンパー、ここは渡辺雄太が格の違いを見せつけるかのようなですか、ね、はい、小野寺からスローイン、岸本のスリー、これもこのリバウンド、ムーニー出してくる、さあ富樫、小野寺遅らせる、入れ替わる、富樫のフローター、いやー見せる、起点作れなかった、守るポイント作れなかったですよね、全部富樫勇樹のペースで、これはレッグスルーですか、岸本、ケベアルマ一本しのいだ琉球です、ビッグマン走ってる、アルマ入れ替わる、レフトハンドフットバック、リバウンド、ケベアルマオフェンスリバウンド強い、前半だけで5つのリバウンド、後半なかなかまだスリーが来ません、原シューター、トランションから速い攻めを見せました千葉ジェッツ、原も2桁10得点、さあ脇からアルマ、アルマリバウンド、アルマ、さあ今度は荒川がついていこうというところですが、富樫入っていった、アロー、どうですかこの富樫とアローの2面ゲーム、いやホグ、ここはミスマッチ、金近、そしてオープン、アローから富樫へ、富樫のスリー、さあ史上最多だと思います、スカプレイヤーを除きますとこれ富樫勇樹は最多ですね、さあやり返した松脇、さあこれが反撃ののろしとなるか琉球です、金近、スミス、アラオのスクリーン、アラオとのピックアンドロールからスミスのスリー、さあまたケベです、アルマが運んでケベ、アルマ、あーっとここはホグがついていく、富樫には前から荒川、そして前でポイント作った方がいいですね、富樫のスリー、それでも決めていく、ホグがドリブルをつきながらミスマッチ引き出してホグのスリー、脇をつけています、おーっとホグのスリー、うわーかー、このスリーが止まらない、渡辺小川が行く、ショートコーナーから小川、リバウンド松脇、さあ走るタイラー、反対にタイラー、カークが持っていく、トランションからアウトナンバー作れましたね、アウトオーバーズ琉球ボール、このプレーにはベンチから飛び出してきてさっさ
コーチも大きな拍手声を送り、 B1 個人通算2000得点を今日達成しました。クリストファー・スミス、スミス、金近来たポゼッション続きます。キングス平のスリー来たついに来ました。平翔吾、スーパーマリオなども含めた、まあ、好きなキャラクターを入れたタトゥーが光っています。 DJ ホグリバウンド、カークカーク強いカーク、ボールスタップ、そしてケベアルマポップフェイク、ワンドについてのスリー来ました。ケベアルマ、小野寺、上松からカークインサイド、ケベアルマ11点差まで、20点差でスタートしたこの第4クォーターですが、井口さん、琉球さすがの第4クォーター平均得点ナンバーワン来ましたね。いやこれ全部ね、やっぱり平翔吾がラダリオのあの歓声を受けてファールを全部使ってファールアウト、さあそしてファールアウトの平に代わって、以外ではここのラダリオでは負けていません。そうですね。さあタイムアウト明け、ケベアルマユーロステップからバンクショット、さあこれでついに一桁、富樫がスクリーンをかけながらホグのハンドリング、持ち込んで DJ ホグ強い、脇が持っていく、残り5秒、脇正広フローター、スクープショットが落ちて、ここで試合終了のブザー、77対65。